皆さんこんにちは。めっきり秋らしくなりまして10月に入りました。まだコスモスは咲いているかと思います。ちょっと時期を遅らしてしまいましたけれども描きたいと思います。それでは筆は中筆、そして面相筆、色は東欧、この富士の王と書きまして東欧と言います。東欧と、そして円磁ですね。そして紅梅です。そして五分白ですね。そして若葉色、そして群青色。よく私はこの群青色を使いますので、あ、この方の癖なんだなときっと皆さんも思いだろうかと思います。それでは描いていきましょう。そしていつもの通り薄墨をちゃんとこういうふうに作っておいてくださいね。それでは紅梅をたっぷりつけまして、そして五分ですけれども、指でこういうふうにね、溶かしてこういうふうに水をつけて、こうして溶かして筆につけますと五分が白が汚れますので、このようにしても結構です。そしてこういうふうに色を作るということも、大きな絵を描くときにはこういうふうにしておりますけれども、こういうふうにして、そしてこういう作ります、コスモスの色をね。で、今日は構図は真ん中にメインのお花を描き、上、そしてここに八分咲きというこう三角の構図で、こっちへ流れるように持っていきたいと思います。それではこうして作りましたね。そしていつものやり方ですね、ちょっと筆先に濃いのをつけました。こういうふうに濃いのをつけましたね。そしてここにお花をつけるんですけれども、一番真正面から見える、ちょっとこういうふうに上げて、内側にこういうふうになっているということを想定して描いてください。そして花びらのてっぺんはこういうふうにちょっと濃く持っていきますので、そして手前ですね。そして時々この紅梅をつけまして、こういうふうに持っていきましょう。こうしていきますと、そしてこうしてします。そしてここで後で整えます。こういうふうに、こういうふうにこうして押さえればよろしいかと思います。きちっとこう書く書き方もありますけれども、
とても綺麗なんですけれど、時間がとてもかかりますよね。それで、はい、ここでここ一つ書きました、一個書きました。そして上に、上の方に咲いております。大胆にこういうふうに筆をつけまして、はい、1枚2枚3枚、そしてこの間からこうしてやります。これ横から見てる花びらですね。そしてこの間に向こう側に見えるということを想定して描いてください。これでこれは出来上がりです。そしてここにこちら側を向いている上にだん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 上の方が肉に従ってこういうふうに八分咲きですね、こういうふうになってる。ちょっとこういった描き方はお花の基本かもしれませんね。はい、ここでちょっとここで乾いた筆で、水で洗った筆でちょっとここを色抜いてやりましょう。こういうふうに、こういうふうに抜いてやりましょう。これ花との重なり具合ですね。はい、ここもこういうふうにしてお花。こういうのもまたちょっと風合いが良くていいんじゃないかなと思います。そして次はこの藤をですね、これでこの真ん中をこういうふうにちょん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 としてやります。こちらもちょん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 としておきます。そしてさらにこの黄色にこの、失礼しました、えんじ色を混ぜまして、えんじ色を混ぜてちょっとこういった濃い色を作ります。ここで薄墨を少し混ぜてちょっと濃くしますね。そしてこの周りですね、手前はちょっと厚くしましょう。向こう側はほんの少し、ここもちょっちょっちょっとこうしておきましょう。そして薄墨と若葉色、薄墨と若葉色を
混ぜます。そしてこの額のところをちょっとしておきましょう。ここもほんの小さくこうしておきます。そして面相筆でちょっとここにじんでいきましたけれど取りましょうか。ここも取りますね。後でまた対処いたします。で、面相筆使わないで、じゃあこの中筆でやってしまいましょうか。この色と若葉色、群青と若葉色を混ぜますと茎のこの色になりますね。若葉色を濃くしますともっと生き生きとした、それにさらに藤黄を混ぜますとこういうふうな明るい色になります。そしてここから葉ですね。そしてお細い葉がこう出てます。そして散った花のこの額のところ、ちょっとここに置きます、こしらえます。そしてここにもこうしてこしらえます。でこの黄色と先ほどの黄色と薄墨を混ぜて、ちょっとここに枯れた花びらの散った、そろそろ今その季節ですね、お花をここに描いておきます。こういうふうにところどころ葉を入れておいてください。そして仕上げに、ちょっとまだ乾きましたでしょうか、乾いたところで小泉に、小泉でもなくても結構です、
この群青に塩地を混ぜます。群青に塩地を混ぜて、そして緑を混ぜます。非常に濃い色ができました。でそこで、ここでここからこういうふうに額を描いてあります。こうして、これが一つの引き締めですね。このお花に対する引き締めを、これもこういうふうに角が出てます。これも出てます。名残惜しくまだ残っていますので、こういうふうに書いてあげるといいかと思います。はい、いいですね。そして一番最後にこの紅梅でさっと花びらを撫でておきましょう。ほんのわからない程度にこうしてしておけばいいかと思います。こういうふうにちょっとしておきますね。あまりにもコスモスですってきちっと書きますと疲れますので、こういうふうにさらりとして楽しんでいただければと思います。こういうふうにするとちょっと味が違いますね。はい、ご自身の感じたままに、見たままに、こういうふうになさればいいかと思います。最後にもう一度このここできちっとしてあげましょう。でこのここはちょっと濃く、もうちょっと色を入れてあげればシャキッと引き締まりますね。はい、自然な感じになりました。そしてここで薄く、ほんの薄く薄く薄くこの群青色、余った色でさっとこの下の方ですね、ここを撫でてやりましょう。こういうふうにね、あまりしますと色が取れてしまいますから気をつけてくださいね。はい、これでいいです。秋は空を見ましょう。だから空を見ましょうって言うとあれですので、
いろんな悲しいことがあっても寂しいことがあっても空を見ましょう。だからうつむかないで、つむかないでコスモスのように上を見ていましょうね。ちょっとやはり色が取れましたね。こういう時はまた対処の仕方を教えましょう。ティッシュでこう取りますね。そして色が消えましたね。さあここでもう一度しましょう。こういう失敗をどうしましょう。私は皆さん方のところへ飛んでいけませんので、失敗の対処の仕方も教えましょう。はい、ここでティッシュで取りましたね。そしたらの線をなぞってきちっとしてくださいね。はい、この線がありましたね。で、いつも私は生徒さんに教えてて、いつも注意しましたことは、皆さんここにしりきれとんぼになっちゃうんですね。ここもきちっとこう埋めることによってすることによって、まだ下に続いているっていう感じがするんです。ところが結構ここでスーッと細くなったりしちゃうんですね。そうすると続いているっていう感覚がないんですね。この小さな中で絵が収まってしまうんです。ですからほんの些細なことなんですけれども、そういったところにも注意してください。それが皆さんに教えてて、よく何度も何度も言っていたことです。はい、結構ですね。はい、うつむかないで、うつむかないで空を見ていましょうね。いかがでしょうか。そして印を押しましょう。今日の場合はここからこういう流れですので、こういう流れですのでここに押しておきます。空間が取れました。はい、このように紺色のお着物を着せてみました。それでは次回お楽しみにね。お会いしましょう。楽しみにしてます。